皆さんこんにちは、まめです。久々に雨が降っていますね。今回ご紹介するのは、今日のような雨模様であってもまるで晴れているかのような写真を撮ることができるアプリのご紹介です。これなかなかすごいですよ。それでは早速行きましょう。アプリの名前はフォトショップカメラと言います。アドビのアプリですね。レビューは9056件で 4.8、 なかなか高得点ですね。開きましょう。アプリを開くとカメラが起動します。このアプリ実は高機能すぎて今日の動画では紹介しきれません。今回は曇り空を青空にする機能に限定してご紹介して、その他の魅力的な機能は別の動画でまとめてご紹介したいと思います。それではこのカメラアプリを持って近くを散歩してみましょう。今日はかなりの曇り空。 iPhone の純正カメラアプリで撮影しても当然このような写真が出来上がります。それではフォトショップカメラに切り替えましょう。こちらのキラキラマークをタップするとレンズを選ぶことができます。こちらのブルースカイをタッチするとこのようにリアルタイムで曇り空を青空に加工してくれるんです。青空のパターンもいくつかあって、スワイプすれば変更することができます。青空のパターンに合わせて青空以外の部分の色合いも自動的に調整されるので自然な写真に仕上がるというわけ。さっきのような曇天に撮ったとは思えない写真が出来上がっていますね。この明るさじゃまだこちらの明るさが少し物足りないという方は、こちらの自動補正ボタンをタッチすれば少し明るくなるのでより自然な写真に仕上がると思います。また青空の加工だけではなくて、このような空想的な映像も簡単に撮ることができますし、アート風の映像もリアルタイムで確認しながら撮影することができます。こちらなんかいい感じですね。さらにレンズは毎週新しいものが追加されます。こちらの地球儀マークをタッチすると様々なレンズを試すことができます。今回は試しにおすすめと書いてあるこちらの月の空を試してみましょう。使用するときは詳細ボタンを押してレンズの追加をタッチするだけで OK。 今追加されましたね。あとは撮影時に追加したレンズを選択すれば OK です。幻想的で綺麗な写真が撮れましたね。もちろん今まで撮っていた写真もフォトショップカメラを使えば簡単に曇り空から青空に変えることができます。シャッターボタンの右のこちらのマークを押せば画面が切り替わってカメラロールをタッチして好きな写真を加工してみましょう。このような少し曇った写真であってもレンズボタンをタッチしてブルースカイを選べばこのように青空に変えることができました。せっかくの旅行が雨や曇りだった時はこのアプリで晴れにしてみるというのもいいかもしれませんね。以上、今回は曇り空を簡単に青空に変えるアプリをご紹介しました。それではまたお会いしましょう。